はい、皆さんこんばんは、100円です。さあ今日もメトロ、ラストライトの続きをやっていきたいと思います。さあここでね、またしても私の、録画したですね動画がちょっとエラーでですね、音がおかしくなってまして、一旦実はもう全クリしちゃったんですよ。でよしよし、これでラストオブアスの準備ができたなぁなんて思った矢先にですね、実は収録がうまくいってなくて、やべ。でですね、もう一回同じとこからやり直さなきゃいけないっていうことになっておりますね。やべ、ナイフ投げたのがバレちゃったな。やべ。こんな前の収録の時もっとうまくいったのにな。まあいいや、全員殺していけばいいよ。あの上にいるな。はい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 。もうかなりね、久々に今実況してるんですよ。なんでかって言ったら、マリさんと録画したバイオハザードがですね、ものすごい溜まってまして、録画する必要がないんですね今。そんなこともありまして、ちょっとですね、録画というか録音が録音じゃねえや、何言ってんだ俺、収録があんまり間が空いちゃったんで、ちょっとねぎこちないかもしれない。おい、死んだか。なんで死なないの。エアフィルターをよこせ。あれ、まだ死なないの。死ね。よし。どっから狙ってる。あ、いたいた。ああ、知らないんだ、あれで。そうですか。よし、これでいいっしょ。あそこにもいるから、スナイパーで狙っちゃう。明かりがうざいな。いたいた。うるさい。変え、あ、変えとくか。まあここはね、普通に上に登っていけばいいんですよ。特にね、もっと華麗にやった時の回を見せたかったんですけど、まあまあまあいいでしょう。お、そうだ、こんなシーンあったな。ダークワンがね、助けてくれるんですよ。で、ダークワンの能力っていうのは、相手の力を読み取ることが、相手の能力というか、記憶を読み取ることができるんで、あれがウイルスなんですよね、これが。レニスキー、全部大丈夫か。大丈夫です。D6 では何も起きてない。なんでそんなガードしなきゃいけないんさ。大事なものそうなものだな。用意しろ。Perfect, Lesnitsky. 完璧だ、レスニスキー。
お前の番だぞ。このウイルスをテストしてどうなるのかチェックしなきゃな。テストしてもいい人がいただろ。はい。金を払えばできると思います。結果だけ教えろ。わかったか、コムラム・ラニスキー。はい、理解しました。悪いやつだ。あなた、私たちの仲間を殺した。レンジャーも殺した。許されると思ってんの？ I have a trump card. お前というとっておきのカードがあるからな。アナか。Say to it then. And you will have to handle Red Square, Pavel. お前はレッドスクエアを管理しろ。あそこが、あそこを何とかしないとこの作戦は成功しないぞ。がっかりさせんなよ。はい。もう疲れちゃった。やめないと。そう、ダクアの能力は敵の記憶をこう、相手に伝えて教えてくれるんですよ。これで一回エンディング見て分かったんですけど、これエンディング変わるんですよ。マルチエンディングで、なんかゲーム中にそのラップダンスされたりだとか人殺したりとかすると悪いエンディングになるんですよ。だから殺さないでちょっとやってみて、グッドエンディングになるか試してみたいと思います。バッドエンディングだったんですよね、自分がやった時は。どこに行けばいいか分かってるんで、結構スムーズにねできると思いますよ。どなたかね、コメントで一回分かってても知らないふりしてプレイしろって書いてましたけど、やっぱり嘘つけないんで知ってるのに知らないふりしててもちょっとできないですね、自分は。申し訳ない。まあ今回収録がねおじゃんになっちゃったんですけど、ファームウェアをキャプチャーカードのファームウェアアップデートしたんで、The Dark One opened up Lesnitsky's thoughts to me. I know all their plans. I know Pavel is going to be at the Red Square. よし。影がある。たくさんある。死んだり生きたり。おかしいな。幽霊がいるってことなんでね、これ。魂があるみたいな。今回もバッドエンドなりたくないな。頑張りたいけどね。ここじゃないんだっけ。覚えてねえな。下だったっけかな。あ、マスク傷ついてないから持てない。ここいけないもんね。こっちだったっけか。上に行かなきゃいけないんだったかな。ここじゃねえな。やばい、一回やってんのにわかんないな。お、え、おい、罠があったんか。しまった。あれ、過去思い出してんのか。おお、どうだったっけかな。
ドリフみたいに百円さん後ろ後ろとか言って言われてそうあ、ここかここかよ、あ、やべフィルターチェンジ、お、必要だぞ。はい、見えた？ちっちゃい子供たちが母親を探していたね。女性？女性、お母さん。あ、罠がある。これどうやったら、あ、切れるんだ。なるほど、初めて知った。後半まで、おい、後半に来て初めて罠が解除できることを知った。ああ、ダークワンがいる。どこ行けばいいか分かってるからスムーズだな。おかしいな、目で見えない。シャドウの方がよく見えるな。おお、来んなよ。ダークマン引きつけてくれよ。お腹空いてるけどまだバレてないよ。なんかね、このここでこの気づいてない敵を倒すか倒さないかでもそのエンディングが変わるらしいんですよ。要はなんか悪いこといっぱいするとバッドエンディングになるんですよね。だから倒さなくてもいいこの魔物たちを倒すと良くないし、人間も殺さないでスルーしていった方がどうやらグッドエンディングになる確率が増えるらしいんですよ。カルマポイントって言ってたかな。もっとね、プレイする前にそれを調べとけばよかったと思って。やっぱり見るんだったらグッドエンディングの方がいいですもんね。ああ、爆弾が。おお、覚えてねえな。俺の家族みたいだな。あれか、なんだっけ、ミサイルか。覚えておきます。かわいそうにな、家族殺されちゃった。誰か撃ってんの。こっちです。あ、はしご、そうだそうだ、これだ。気をつけろ。よし、危ねえ。どこだったっけかな。おお、あいつ倒せんのかな。お、早いな。子供が。おい、彼は死んだと分かってないのさ。まだお母さんを待っているんです。でもお母さんは来ない。僕のお母さんも来ない。お前たちに殺されたんだ。いや、そう言われてもさ、ダークン、ごめんね。だったかな。あー、地下鉄駅だったんだここ。
アイスクリーム。あ、自分か。あ、お母さん。これは影じゃない。お前自身さ。ずっと前のお前自身さ。ここね、ライトつかないんですよ。危ない。あれ、走ってってるの。外に向かって一直線。I know only one way into police from here. Through the red square. ポリスに行きます。The order keeps an outpost in the Saint Basil's Cathedral. I'll get in touch with our men and tell them all I know. There's danger here. ここに危ないぞ。過去にはなかったような危険さ。お前と一緒にいるからな。何をするか教えてあげるからな。俺の言ってること感じ取れるだろう。簡単でより理解するの。これがセンター。全ての道がここに続いている。センター、ハエがここにいる。長すぎる。たくさんいすぎる。俺たちが彼らのことを感じているのを分かっているのさ、やつらは。声がすげえな。おお、ビビった。どこ行くんだっけ。こっちか。ダークネスが来ている。暗闇が来るって書いてあるな。はい、読んだ、読んでる。ここで安全だ。待とう。もうちょっとしたら行くよ。風がすごいな。あ、あれ、行っちゃった。どこ行った。あ、やべ、落ちちゃったよ。やべ、嵐がもう一回って言ってる。ほげー。やっちまった。ちょっと待ってね。ちゃんとダークワンがどこ行くか見とかないと。よし、すごいな。木が倒れちゃう風。あ、ここか。ここかよ。後ろ、後頭部から見たらちょっと気持ち悪いな、頭。すごいすごい。よしよし、急にいなくならないでね。どこ行った。こっちか。おお、行く時間です。ああ、何、あ、あれ敵か。ちょ、来ようとしてる。戦いたくないよ。戦わなくていいんだったら。ここか。俺覚えてねえな、全然。降りんだっけこれ。ああ、そうだ。おい、やめて。ここここ。そうそう、何なんだろうねこれね。ディズニーのリトルマーメイドをちょっと思い出しますけど。おい、立たないで助けてあげる。彼らの邪魔をするな。俺に近づいていけ。